ブーゲンビル島の戦いは太平洋戦争中の戦闘の一つである。日本軍が占領したブーゲンビル島でアメリカ軍が上陸した1943年11月1日から停戦の1945年8月21日まで戦われた。ブーゲンビル島は第一次世界大戦後オーストラリアによって委任統治されていた。 1942年3月に日本軍は米豪遮断作戦の一環としてソロモン諸島の一部であるこの島を占領し飛行場建設を開始したガダルカナル島の戦いが始まるとラバウルからガダルカナル島を攻撃するための中間基地として重視されて飛行場建設が急がれ北端に付属するブカ島と南端の部員に飛行場が完成した このほか東岸のキエタにも小規模な飛行場が整備された。南端に付属するショートランド諸島には白地と水上機基地が設けられガダルカナル戦で重要な役割を果たした。部員には第8艦隊司令部も進出している。なお、当時の日本軍はブーゲンビル島をボーゲンビル島としばしば表記している。 戦況の悪化に伴い1943年中盤よりアメリカ軍の飛行場への航空攻撃は強化されていった。部員飛行場には海軍航空隊の冷戦が70機余り展開していたが、度重なるアメリカ軍との交戦によって30機前後にまで減り、全滅を避けてラバウルに転進した。日本軍の陸上兵力は陸軍が 第17軍第6師団を中心に4万人、海軍が第8連合陸戦隊と設営隊を中心に2万人が配備されていた。しかし、放火力が低く対戦車装備も不足していた。島内の交通路の整備も不十分で、迅速な部隊起動も難しかった。日本軍にとって、ブーゲンビル島での上陸地点への反撃は、 ガダルカナル島で失敗したジャングルを通って敵飛行場に接近するパターンと同じになり、結果も同様の失敗となる。アメリカ軍はラバウルの孤立化を目指すスカートホイール作戦を発動した。8月5日にニュージョージア島のムンダ飛行場がアメリカ軍の手に落ち、10月にはコロンバンガラ島からの撤退を余儀なくされた。 ルンガ博地のアメリカ軍艦隊は次第に数を増しており次に攻撃されるのがブーゲンビル島であることは明白であった日本軍は大発動艇などを駆使してブーゲンビル島へ物資を送り込んだアメリカ側はニュージョージア島の戦いで飛行場ダッシュを狙って苦戦した経験からブーゲンビル島の日本軍飛行場は占領せず新たな飛行場を建設することにした アメリカ軍は潜水艦で島に偵察班を送り込んで地形、地質の調査を行い1943年9月に飛行場建設地をタロキナに決定した1943年11月1日のブーゲンビル上陸に際して行われた軽巡洋艦コロンビアによる艦砲射撃1943年11月1日 上陸作戦中の LCVP ルーンが白地を出撃したアメリカ上陸部隊の主力である第3海兵師団7500名は11月1日、ブーゲンビル島西岸のタロキナ岬に上陸を開始した。守備する、不評、第23連隊堀の内中隊は人員270名、三歩一門を要するのみであった。 アメリカ軍は上陸後3日間で戦死78名、負傷104名の損害を被ったものの、共闘法を確保した。日本軍司令部は、アメリカ軍の上陸地点を、ショートランド島と部員に近いらい岬であると予測していたが、実際には、部員とジャングルで隔てられたタロキナ岬に上陸されたため、迅速に反撃することができなかった。急遽、日本軍は、 第17師団の不評第54連隊の一個大隊による逆上陸作戦を計画した。その支援のため海軍はラバウルより艦隊を発進させたが、11月2日未明に発生したブーゲンビル島沖海戦で視界不良の中でアメリカ艦隊のレーダー小銃に射撃を浴びて敗退した。 1943年11月1日、日本海軍は、ロゴー作戦を発動し、ブーゲンビル島のアメリカ軍へ、航空攻撃を行い、以後ブーゲンビル島沖航空船が6回にわたって、発生した。なおも日本軍は逆上陸を行おうとし、支援部隊として、巡洋艦特築艦,艦からなる、遊撃部隊を編成して、ラバウルに進出させた。 南太平洋軍司令官のハルゼーはこの遊撃部隊がタロキナに接近するのを阻止するためアメリカ軍空母部隊によるラバウル空襲を決断した。この空襲は成功し損害を受けた遊撃部隊の主要艦船はこの海域から撤退した。日本軍の航空隊も反撃し第一次ブーゲンビル島沖航空戦が発生した。ただし 駆逐艦4隻に分譲した逆上陸部隊は、K アガの野代などの支援のもと、11月7日にタロキナ近くのコロモキナカタへの上陸に成功した。逆上陸部隊は、アメリカ軍の第9海兵連隊の2個大隊と戦闘となり、続々到着するアメリカ軍増援の前に2日間の戦闘で敗退した。陸上からも、不評。 第23連隊を中心とした第6師団部隊、約1200名により、タロキナ奪還作戦が試みられ、困難なジャングル内の移動で消耗しつつも11月7日に戦闘を開始した。湿地帯だったため膠着状態になったが、11月9日の戦闘でアメリカ軍が大きく押し返した。日本軍部隊は補給も続かず、11月11日に、 作戦中止して交代した。ロゴ作戦は11月11日の第3次ブルゲンビル島を沖航空戦をもって終了となった。その後も航空攻撃が続けられた。日本軍は武蔵島へ輸送作戦を行ったが11月24日から25日にかけての海戦で敗北した。アメリカ軍は防衛体制を安定させるために 共闘歩の拡大を図り、11月29日に海兵隊一個大隊による小規模な上陸作戦を行ったが、第6師団の一部により撃退された。日本側は、この戦闘をナボイ殲滅戦として過大評価した。日本側は、既存拠点の防衛強化のため、第17師団の不評第81連隊などを送り、 11月末に上陸したこれらの部隊は、北端のタリナ地区を呼び、東岸の沼沼の守備に就いた。後に、これらの部隊は独立混成第38旅団に改編された。部員やキエタを含む南部は、第6師団の担当地区となった。ブーゲンビル島沖航空船は12月3日の、第6次ブーゲンビル島沖航空船が最後となった。 12月15日にニューブリテン島にアメリカ軍が上陸するとラバウルの航空隊はそちらに対応することとなり以後航空支援はなくなったアメリカ軍の目的はタロキナ岬に航空基地を建設することでブーゲンビル島全域の占領は予定されていなかったブーゲンビル島は深いジャングルと2000メートル級の山が連なる非常に 険しい地形を有しており、しかもマラリアやチフスなどの病原体が蔓延している、等、軍事行動には最悪の条件が揃っていたためである。12月までにタロキナ岬に飛行場が完成し、連合軍の航空機はジャングルに潜む日本軍を手当たり次第に爆撃するようになった。ニュージーランド空軍も進出した。日本側には航空兵力がなく、 これを迎撃できずにいた。1944年3月、近距離で日本軍と交戦するアメリカ軍砲兵日本の第17軍は第6師団を主力とする2万人近くの兵力で陸路からのだろきな航空基地制圧を再度試みることとした。1944年3月に第6師団は全力を挙げて作戦を開始した。 しかし、またも移動途中のジャングルで消耗した上、激しい空襲を受けて損害が続出した。攻撃は3月8日に開始されたが、圧倒的な火力でのアメリカ軍の反撃により、成果がないまま損害が増え、食料、弾薬にもことかく状況になったため3月25日に攻撃中止を決定した。この作戦での第6師団の損害は、 死傷率80%を超えた、不評第45連隊を筆頭に死傷1万3000人の壊滅的なものであった。損害のうち少なくとも4000人以上は、戦病によるものであった。この作戦で、重火器の大半も失われた。第6師団長の神田中将は、戦後の回想録の中で、攻撃を3月と決定したのは、 食料が3月中になくなるためと述べている。また、神田中将は、軍機も直輸も、先人軍も100万人の精神訓和も、上の前には全然無価値であったと語っている。第2次、タロキナ作戦後、アメリカ軍第37師団長、ロバート・エス・ベートラー少将は降伏しようとする、日本兵を捕虜とせずに射殺するよう命令し、多数が虐殺された。 戦士総書は、カロキナ作戦について、作戦自体の根本的欠陥を改善することなく、同様な累計を繰り返したことが、この時期の南太平洋における、陸軍作戦の特徴だとまとめた。以後、両軍は、散発的に交戦していたが大規模な衝突は、起こらなかった。アメリカ軍にしてみれば、日本軍の補給を断って孤立させれば十分で、あったし、 日本軍は食糧不足で戦闘どころではなかった。日本軍はラバウルからブカ島まで潜水艦と駆逐艦で補給物資を輸送したが、量は微々たるもので絶望的に足りなかった。しかも輸送部隊はしばしば航空機などの攻撃を受け、1943年11月24日のセントジョージ・岬沖海戦では、 ネズミ輸送にやってきた日本艦隊が大打撃を被った。かくて1944年2月にはついに補給は途絶えてしまった。食料は日ごとに減少していった。各地の部隊は畑を耕して芋を収穫したが、やはり量が十分ではなく、ヤシの実やそのコプラなど食べられるものは何でも食べたが、栄養失調の兵士が続出し、合死者やマラリア患者などが、 バタバタと倒れていった。特に蚊によって媒介されるマラリアは猛威を振るい、栄養失調のものから次々と感染して体力を奪われていった。医療品は望むべくもなかった。ガダルカナル島のガ島に対してボーゲンビル島の墓島と呼ばれる状況であった。この状況の中、海軍部隊はガシ島の損耗が少なかったと言われている。 海軍各部隊に配属された短期現役士官の主刑中尉たちが活躍したからと言われている。部員を防衛していた佐世保第六特別陸戦隊の場合、主刑中尉であった新川中尉が着任直後から現地自活を見越した食料補給体制を模索した。新川中尉は現地住民がタロイモを主食としていることから、 干渉を主食とすることができないかと、歌手間や一般兵卒、現地住民と協力の上、干渉を栽培する方法を構築し、最終的には一兵士あたり1日約3000グラムの干渉を配給することに成功する。しかし、現地自活体制構築を決めた直後から、多くの部隊から反対の声が上がり、初期の頃は、計画通りの工作生産作業ができなかった。 そのため多くの兵士が、飢餓や栄養失調で命を落とした。しかし、餓死者が出始めた頃から反対していた部隊も、協力するようになり、リードタイムの差で餓死者が出たが、ガダルカナル島のような大多数の餓死者を出す事態には、至らず、また食料消費者の絶対数が少なくなったこともあり、食料自給率は、全部隊を養えるまでになった。 マチルダ風評戦車の援護を受けて進むオーストラリア軍。アメリカ軍はフィリピンへ戦力を集中するため、ソロモン諸島の作戦をオーストラリア軍の第一軍に委ねることとした。ブーゲンビル島でも1944年10月から12月にかけて、タロキナ岬の航空基地に駐留していたアメリカ軍部隊が転身し、代わりにオーストラリア第二軍団を配備された。 第2軍団は第3師団と第11旅団を主力とし、これにフィジー風評連隊が増強されていた。さらに第23旅団が周辺当初に展開した。1944年11月末より、オーストラリア軍は島の占領と日本軍の排除を目指して攻撃を開始した。まず第7風評旅団がタロキナから、 沼沼へ向けて島を横断して迫った。日本軍の不評第81連隊は、タロキナ峠に、幾重にも防御線を築いて、その前進を阻止したが、1月上旬に峠を、疾患した。ただし、オーストラリア軍の前進はそこで停止し、終戦まで、沼沼は、日本軍が維持した。一方、部員のある南部では、1944年11月下旬に、 オーストラリア軍第29不評旅団がジャバ川に到達した。1944年12月から海岸沿いを南下して2月にモシゲッタに到達したが日本軍の不評第13連隊の復撃を受けて損害を出した。日本軍は部員までのジャングルに多骨墓陣地を作って抗戦した。オーストラリア軍は損害の大きい第29不評旅団に代わり、 第7不評旅団を先頭に立てた。1945年4月に日本軍はオーストラリア軍第7不評旅団の前進を阻止すべく不評第13及び23連隊を投じて合衆台付近で攻勢に転じた。しかし攻勢は失敗に終わり1600名以上の多大な損害を出して後退した。その後オーストラリア軍は 第15不評旅団を主力に日本軍を圧迫していった。ポートン桟橋への上陸を試みたが撃退され収容されたオーストラリア兵。北端のタリナ地区ではオーストラリア第11旅団が攻撃を担当した。日本軍は各地に設置していた監視所から次々と駆逐され、国は近郊で、 翌1945年1月10日に独立混成第38旅団の一部が本格的な戦闘に突入した。日本軍は陸軍部隊が遅延行動をとって時間を稼ぎ、その間に海軍設営隊が後方に陣地を建設し食料を増産、先住民を使って新しい畑を後方に作成して武島における戦闘に備える方針を取った。 戦闘は4月25日まで続き、寸高地でオーストラリア軍第11旅団に大打撃を与えることに成功したが、日本陸軍部隊はタリナ地区での全滅を回避して東岸の沼沼に交代した。その結果ソラケン半島の港がオーストラリア軍に奪われ、そこから物資が揚陸されることとなった。以後も、 海軍第87警備隊指揮下で戦闘が続けられ、武蔵島へ続く、ボニス半島の第211設営隊を中心に、迎撃体制が取られた。日本軍はジャングルを使ってのゲリラ戦に臨み、少人数に分けた切り込み部隊を、徒歩やカヌーで、オーストラリア軍の戦線に浸透させ、補給船や、駐屯地を爆薬や地雷で攻撃して、後方を拡乱した。 また防御戦ではジャングルにタコツボを掘り、進撃予想路に地雷を敷設し、石膏部隊を復撃して戦線を維持した。6月に入ると、オーストラリア軍は戦車を投入して、日本軍の防衛戦線を突破した。このため日本軍は防衛戦を後方のジャングルに移転して対応し、航空用の60キロ爆弾を改造した対戦車地雷を急増して、 戦車一両を撃破以降オーストラリア軍は戦車での戦線突破を行わなくなった。また防衛線の包囲のため夜間にポートンサン橋に部隊を上陸させたが日本軍によって撃退された。7月中旬頃になるとオーストラリア軍は日本軍の切り込み戦術を熟知して各地でこれを撃滅するようになり合わせて猛烈な艦砲射撃と空爆を行った。 この結果食料生産が滞るようになり、日本軍は疲弊して負傷者や戦死者が続出した。北部の第87警備隊は、ボニス半島での交戦は、あと1ヶ月が限界とみて昔前の撤退を計画。7月23日に残存していた三方や、高射砲を全弾発射して、オーストラリア軍の進撃を牽制し、その隙に部隊を交代させた。 1945年8月15日に日本が降伏するとラバウルより停戦命令が伝わり日本軍は戦闘を停止し暗号表などの秘密書類を焼却した9月3日に武器を引き渡して降伏した1943年1944年1945年降伏交渉を行う神田中将を降伏した日本兵は一度タロキナに 集められた。一部はそこで、オーストラリア兵の略奪に遭い、ボロボロにやつれた日本兵は時計などの貴重品から、主観の階級賞までも奪われた。最終的にすべての捕虜は、ブーゲンビル島南端に付属する、ファウロー島の捕虜収容所に集められたが、環境は劣悪で捕虜の1割が、マラリアなどの病気で命を落とした。翌年2月より福音が開始され、 ヒカワマルとカツラギノが生き残った日本兵を復員させた。アメリカ軍と交代したオーストラリア軍が攻勢作戦を取ったことに対し戦略的に無意味な戦闘であったとの批判がある。こうした批判はすでに戦時中から起こっていた。攻勢作戦でのオーストラリア軍の戦死者は500人を超えている。オーストラリア軍のブレーミー・将軍は士気の低下を防ぎ、 先住民の早期の解放をするために有益であったと反論している。ブーゲンビル島には原始的な生活を営む先住民が数多く生活していた。彼らは対外的にピジン・グリッシュという独特の英語を用いており、英語を介して意思疎通は可能であった。そのため海軍部隊の一部は現地住民の交流と旋舞工作を進めていく。 部下地区では、日本海軍の笠西小太郎海軍主計大員が、一橋大学での植民地政策に関する講義を、元に専部工作を立案し実行した。日本兵に略奪禁止を徹底させ、先住民には、日本式農園の作り方や塩、魚の取り方、ドラム缶から、スコップやナイフ等を作る技術を教えて、信頼関係を築き上げた。そして余剰した食料を、 日本軍に上納させ、労働力を提供してもらうことで、先住民を広報支援部隊に仕立て上げた。特に部下島では、先住民向けの学校を設置し、各地の青年を集めて、蒸気の技術を教えた。部員での海軍部隊の現地自活の成功も、現地住民の協力があればこそであった。これらの交流は、大成功を収めた。戦争終結後、 現地における軍事裁判の場合、連合国軍側が、急日本軍側に対して、恣意的な判決が続出した際、多くの現地住民が、日本軍将兵を擁護した。また、過酷な捕虜生活において、困窮している日本軍将兵を現住民が助けたりと、多くの日本軍将兵の命が助かる一因となる。この影響は、終戦後も続き、ソロモン諸島は、 世界でも屈指の親日地域となっている。終戦直後、この事実を知ったオーストラリア軍司令部は、金も物もない日本軍に原因住民は、なぜこうも協力的なのだと不思議がったという。このことに関して、当事者である、進化は数え注意は、こう語っている。結局は、誠意の問題である。白人は彼らを人間として扱わなかったが、 私たちは彼らを人間として扱った。そこが違っていたのだろう。もし反対のことが起こっていたら、彼らはベトコンゲリラみたいになっていただろう。ありがとうございます。